本日はお客さんを生即時占いのコーナーはい、というわけでね、慣れない単語だもんね。はい、生即時、うん、聞いたこともないよね。はい、先生ご説明を。はい、即時っていうのはこの番組で何度かご披露していますけれども、はい、占いするにあたって、何でもいいから思いついた漢字を一文字書いてくださいと、はい、でその字で占いますよっていうのを、字を測ると書いて即時と言います。即時で、今までにもこうゲストに来ていただいた方に書いていただいたりやってるんですが、今日まあ公開収録ですので、それを生でやるということで生即時というふうにこうなってるわけですね。はい、そういう名前の占いがあるわけではありません。生で即時をやるぞということですので、はい、で、まあせっかくなんでね、そうですね、今日来てくださってる、中からお一人ですね、はい、晒し物になってもいいか特別。いや、だってここで鑑定結果こう出るわけだから、そうですよね、それをなんだかんだ言うわけだから、もう人前で鑑定結果言われてもいい方に、やっていただきましょう。はい、はい、ということで、ご希望者、はいはいはい、ありがとうございます。いらっしゃいましたね。では、こちらですね、今お渡ししますので、書く前にとりあえず何を占うかを決めてください。まあ、恋愛だとか仕事だとか、書いてからじゃあしょうがないので、まず頭の中にテーマ決めて、で一遍それ頭から出して、何の関係もなくてもいいですから、思いついたの何でもいいから一文字書いていただくと。まずはでもテーマを決めてからじゃないと意味ありませんので。別に繋がってるとか関係ないですよね、その自分もね。全然いいんです、全然いいんです。もうほんとパッと思いついた感じ一文字、はいはい。何見ましょう。仕事運で。仕事運。お仕事。はい、まずそれ決定しました。はい、そしたらもう、仕事運のこと忘れてもいいですから、今もう本当の思いつきで何でも結構です。おお、これ面白いですよね。そうなんですよ。やる方大変なんですけどね。いやいや、面白いですよ。はい。あ、早い、できた。はい、ありがとうございます。立ち火。いやいや、違います、先生。うわ、開けないでください、はい、開けないでください、音という感じでございますね、で、これをね、即時っていうふうに言うと、あ、ごめんなさい、即時というとですね、はい、なんか心理テストなんですかとか、うん、そういうふうに思われがちなんですが、それとはまた全然違う、もう占い的なテクニックですか、はい、で本当にこれ今マジでリアルにこれから占いをいたします、うん、ということで、続きはまた明日と、はい、明日ということで、はい、結果をお楽しみに。また明日も見てください、はい、ぜひ見てください。